こんにちは、橋本です。今日は分析からの暗記ということについてお話していきたいと思います。暗記には、シナプス連関が大事という、表題にしてるんですけれども、これについては、別の動画でお話しているので、詳しくはそちらをご覧いただければと思うんですけれども、これ簡単にどういうことかを説明すると、暗記っていうのは情報と情報を、結びつけて、それを何ですかね、引き出せるようにするっていう、プロセスっていうか、そういうことなんですけれども、その情報同士の結びつきを強固にすることで容易に情報を引き出しやすくなるっていうのが、この暗記にはシナプス連関が大事っていう表現の、意図になるんですけれども、このシナプス連関を強固にしたいってなった時に重要なのがトリガーの数と質になります。トリガーってそもそも 何かって言ったら、それは情報、自分が思い出したい情報を思い出す際のきっかけ、引き金のようなものですね。つまり何かある情報と別の情報を結びつけていて、その別の情報っていうのを増やせば増やすほど、そしてその情報の質が高ければ高いほど、シナプスの連関が強固になるっていう話ですね。そうなると、じゃあ数や質を高めるにはどうしたらいいのっていう疑問が湧くと思います。はい、というわけで次はそのお話をしていきます。数に関してはシンプルに、意識の情報を何か覚える際、例えばリンゴイコールアップルって覚えるときに、例えばカフェでリンゴアップルを覚えるときに、店員さんの可愛い店員さんのなんか笑顔を見ながら覚えたりしたら、あ、アップルってなんだっけ、あ、可愛い店員さんの笑顔あったな、あ、リンゴか、みたいな感じで、ある情報、自分が求めている情報にたどり着く際の、媒介、仲介役となってくれるので、数をそんな感じに増やせばいいかなと思います。要は意識ですね。普段は特に意識してないことを意識することで、暗記の際に意識することで思い出す、きっかけの数を増やすっていうのが、トリガーの数を増やす、っていう具体的な、方法ですと。でもそっちに関してはただもう意識の問題なんで、今回は質をお話していきたいと、主に質をお話していきたいと思います。トリガーの質を高めるために何をしなきゃいけないかって言ったら、まずは、大きく2つに分けて考えてほしいんですけれども、状況を分析するってのと、単語を分析する。状況を分析するっていうのは、さっきの例と一緒で一緒になるんですけど、カフェで勉強ってなった時には、カフェで勉強っていうところで、とどめるんじゃなくて、もう一個分析して、カフェで可愛い店員さんの笑顔をチラ見しながら暗記とか、香ばしいコーヒーの香りを味わいながら暗記とかいうふうに、状況、カフェっていう状況をもっと分析することで、トリガーを、きっかけ、思い出す際の情報を思い出す際のきっかけをより具体的に、することで、あの時ってああだったな、みたいな感じで、思い出しやすくなるっていうわけですね。状況を分析すると、要は具体性が上がるので、トリガーの質が高まると。で、単語を分析するの方なんですけれども、基本的には、これは、単語を分解して、語源に遡る。ことで、できます。
なんだろうな、ディフィカルトとかの例を、まあ、説明したことあると思うんですけれども、ディっていうのは否定の意味を持つ言葉の塊で、文字の塊で、フィカウトの部分っていうのはファシリティとかファシリテイツとかそんな感じの、ファカルっていう部分と何ですかね、関係がある言葉なんですね。で、ディフィカルトっていう単語の意味が難しいっていうのは、まあ当たり前なんだけれども、知っている単語ですね、知っている言葉なんだけれども、分解すると、何ですかね、簡単ではないからの、簡単ではないっていう意味だから、まあ難しいっていう意味になってるっていうことがわかるので、じゃあファカルトの部分は簡単だっていうふうに連想できて、じゃあファカルっていうのに似た言葉っていうのは、その簡単さ、簡易さっていうのを語源に持っているんだなっていう連想ができて、そっから自分の知らない、まあ、ファカルティとかファシリティとかいうふうな単語に結びつけることができると。うん。まあ、というわけで、単語を分析する、まあ、語源に遡るっていうのは、非常にトリガーの質を高めることになるので活用したいですねっていうことですね。ただ、いくつかポイントがあります。そうですね、最大のポイントは心を動かすことと書いてるんですけれども、さっきのディフィカルトの例で言えば、馴染み深いものが、あ、実はこの単語とつながってたのみたいなところで、ああ、なるほどな、みたいな、そういうふうに心が動かされるわけですね。で、人はまあ感動すると、それを心の奥に深く刻むようになってるので、うん、なるほどとか、ああ、面白いなとか、それちょっと変ないやんみたいなふうに心が動くと、うん、覚えておける、より覚えておきやすくなるので、まあ、そこを意識すると。ただ、二つ目に書いてるんですけれども、具体的にこの完璧は心がけないっていうのは、まあ、いろんなことに当てはまるんですけれども、ここでお伝えしたいのは、この知っている単語と知らない単語を結びつけるっていうところでの話ですね。結構語源遡ったら母音が違ってたり、文字の順番が入れ替わってたりするんですね。だから、なんとなく似てるなぐらいで、基本的には捉える心がけをしておかないと、つまり完璧っていうのは、ちょっと横に置いておかないと、この暗記の仕方っていうのはなかなか大変だと思うので、ここを意識しましょう。はい。というわけで、今日の話、最後まとめると、暗記には、まあ、シナプス連関が大事だと。で、トリガーの質を高めるために、まあ、いくつか言いましたね。それを復習しましょうと。で、まあ、実践しましょうと。ただ、その際にはポイントがいくつかあるので、それは忘れないようにしましょう、ということを、まあ、書きました。はい。というわけで、今日は以上になるんで、以上で終わりなんですけれども、何か今、TOEIC で困っていることとか、悩んでいることがあったら、ぜひ、お知らせください。今後の、レッスンに反映していくので、ぜひお伝えくださいね。それではご視聴ありがとうございました。